内山老子提唱消防現像即身出仏第2回昭和55年4月19日京都総選寺にて収録。仏百僧を念客しきたり多失しきたるしかあれども常禄の故意人にせずにせず即公安あり現状を相対せず廃絵を回避せず是三愛あり体質にあらず唯心にあらず心象癖あり未だ泥酔せず未だ動作せずあるいは即身是仏を参求し心即仏是を参求し仏即是心を参求し即身仏是を参求し是仏心即を参求す格のごとくの参求未だ即身是仏これを起こして即身是仏に昇殿するなり格のごとく昇殿して今日に至れるいわゆる昇殿し来たれる心というは一心一切法一切法一心なりこのゆえに個人曰くもし人心を識得すれば大地寸度なし知るべし心を識得するとき外天木楽し装置劣化すあるいは心を識得すれば大気さらに暑さ三寸を増す孤独いうそもさんかこれ明星明心千が大気実滅精神明らかに知りぬ心とは千が大地なり実滅精神なりしかあれどもこの道修するところ進めば不足あり退くればあまり千が大地心は千が大地のみなりさらに波浪なし風炎なし実滅精神心は実滅精神のみなりさらに霧なし霞なし生じ古来心は生じ古来のみなりさらに迷いなし悟りなし障壁我楽心は障壁我楽のみなりさらに礼なし水なし次第五運心は次第五運のみなりさらに魔なし猿なし椅子発死心は椅子発死心のみ椅子発死のみなりさらに竹なし木なし格のごとくなるゆえに即身是仏不全な即身是仏なり諸仏不全な諸仏なりしかあればすなわち即身是仏は発心修行菩提涅槃の諸仏なり未だ発心修行菩提涅槃せざるは即身是仏にあらず。まあそこまでだし やっぱりこれ毎回初めての方もおられると思うんですが初めての方が今のこのテキストをちょっと読んでみるとどんな難しい話の続きかと思ってねこれはあかんと思われるんじゃないかと思うんですね。しかしねこれまでのところはそう難しい話が出ていたわけじゃない。だいたいこれからが話のいよいよ本論に入って、大切なところなんですね。で、この前のところをちょっと申し上げておくとこの町じゃだいたい即身是仏ということを問題にしているわけですが、この即身是仏この即身是仏っていうのねもう今の言葉で言えば即はそのままです。で、そのまま心がこれ仏ということです。
それでまあ、あの大体うっかりするとですね、あこのあのいろいろ感覚知覚したり資料分別したりするこの心ですね、心理的なこの心がそのまま仏なんだなとこう受け取りやすい。ところがもしそういうふうに、いわばインスタント的なね、即っていうか即席なんだなって、すげえこう自分の心がそのまんまあの仏だ言ったら全く大違いだっていうことだけがこの前言ってあったんです。それで、では本当のその即身善仏っていうのはどういうことか、それがあのこれからの話で、でのこれからのところが本当の大切なところなんです。でこの前ちょっとあの仏百相を念却したり多失したるしかあれども常禄の根人に切字せずっていうのをねちょっとお話した、したんですがね、これ時間がちょうど中途半端で、ゆっくりそのお話できなかった。今日だからここから始めてですね、の今日はこの仏っていうのをじっくり取り組んであのお話ししてみたいと思うんですね。でまあこの前言ったんでも、あの大体我々仏っていうと仏様って言っただけで何かこう総合光明あらんずると思ってですね、で何かありがたいもんだこう思って、ところがこの前随文記を引いて言ったのね、あの仏っていうのはそんなありがたいもんじゃない、我慢吸引だってね、あの教えられた我慢吸引を、我慢吸引っていうのは我慢っていうのは引き返る、吸引っていうのはミミズです、引き返るやミミズをそのまんま仏と思わなきゃいけないっていうのはこの前、随文記を引いてお話したわけですね。だから仏っていうのなんかなんとなしにもありがたいと思いピカピカしたもんだと思う、そういう既成概念をまず全く破壊してかからなきゃ仏の話はわからないっていうこと、それだけ、まあ、この前あの言ったわけです。その点ね、あの日本仏教っていうのは妙なもんですね。あの大体仏教っていうやらいつでも仏さんの話が出てくるの、これまあ当たり前だ。ところが仏教の話する坊さんが仏とは何かってね、真正面から話してかかるの聞いたことない。その仏とは何かってそのちっとも言わないで、それで仏様仏様って言ってなんかありがたそうに言ってるわけ。そうすると聞く方も何だかわからないけれど仏様仏様って言ってね、で問い直しもしないで聞いてるんだから、俺何混沌感情混沌感情で話混沌感情で聞いてるんだから、これどうせ宙に浮いてると思うんです。だから本当はね、仏さんの話を説く坊さんの胸ぐら捕まえて仏とは何かってまず聞いてみたら面白いと思うんだね。そうすると曰く言い方しとか何とか言ったってごまかして、それで結局本当は何も分かっていないんだろうと思うんです。でまあ今時の仏教書もあのたくさん出てるんだけれど、まあどれ読んでも仏とは何かって、あるいは法とは何か、仏法っていうから法とは何かって、そういうのをその真正面から取り組んで仏とは何か法とは何かっていうのを書いてある本まずないですよ本当に。これこのところはね、仏教の話がどれもこれもピンとこないのそこにあると思う。つまりね、根本がはっきりしないでそれで言ってるんだから分かるはずはないわけです。でしかも
この前言ったように随文記っていうのは随文記にはさ、仏ってそんな総合巧妙あらんずる何かありがたいもんじゃないんだってはっきり言ってんだから、そうするとありがたそうに言ってるって言ったら根本からもう違ってるってことだよ、よくわかる。それでね、まず今仏とは何かっていうの、それをね真正面から考えてみたいんですね。しかもね、仏とは何かってね、自分と関係のない仏さんをいくら言ってみたってこれもしょうがない。例えばね、豆腐とは何かって言って、豆腐は色が白くて柔らかくて四角く切ってあって、それは、豆引いて作ってっつってね、製法だとか料理法だとかっていくら並べてみても、私にとっての豆腐じゃないもの、これじゃつまらない。やっぱり本当に私にとっての豆腐っていうのはまず食べてみなきゃしゃあない。で、そのそうでなしに、ただ仏とは何かって言ってね、自分より外の何か存在物としていくら言っててもこれ、つまらない。おとぎ話とちっとも変わらない。で、その点私にとっての仏とは何かっていうことも考えなきゃ。で、ところでね、仏とは何かっていうのを言う場合、昔からの仏教教学として言う、これも、ね、一応考えておかなきゃなんないけれど、北方王の三心っていうのがあるからね。この発心、方針、方針とか、この発心仏っていうと、いわゆる大地如来みたいなもんだ。内日如来はその発心仏とされてます。宇宙の本体ね。それから方針仏っていうのは、例えば阿弥陀さんね。から王神仏ってのはお釈迦さんと、これがまあ昔から教学的に言われてるあれですが、で、教学的に北方王の三神、そしてこれをいろいろ、それこそ難しいね、その複雑な教学があるわけですが、まあそういうのは、いくら勉強してみたってつまらないんで、つまらないって皆さんとは関係ないんで、で、それはまあさておいて、この沢木老師がね、この北方王の三心について、非常に本質的にうまく言われていた。この発心っていうのはね、発心仏っていうのはね、無心無臭だ。始めがなく終わりがない。それに対して方針仏は無始、始めがある、そして終わりがない。で、方針仏は無始無終だ。始めがあり終わりがある。これは三心について非常に本質的に言って面白いと思う。これどういうことかっていうと、発心仏っていうのは今言うように、宇宙の本体とこう言われてる。これはそれこそ始めがない終わりがない、この本当に永遠から永遠までの仏続きの仏さんと、こういう意味ですね。それに対して阿弥陀さんなんかは、はじめ宝蔵比丘っていう、宝蔵比丘が誓願を立てて
そして修行して成仏して阿弥陀さんになったわけですね。それから人はのずっともう永遠にの阿弥陀さんだ。だから初めは宝蔵比丘の修行から始まったんだから初めがあるんです。それに対してもう一旦阿弥陀如来になって極楽浄土を建設しちゃってからはもうあれですね、終わりがない。だから往診仏としてのお釈迦さんはインドで生まれ、そして出家して修行して浄土をして説法をしてで入滅した。だから始めがあり、それからまた入滅して涅槃に入られたから終わりがある。これがね、あの沢木老師 の北方王三心についての話で、私これ非常に本質的にうまい説明だと思う。しかしそれでも この場合ね、仏とは何か、仏、自分にとっての仏とは何かっていうのがまだ言われていないわけですね。で、私はその点、この俺にとっての俺にとっての仏とは何かが言いたいわけ。だからそこを考えてみた。そして見るとね、結局この発心仏っていうのはね、いつも私が申し上げるその自己のね、要するに発心仏ってのは宇宙の本体だっていうけど、宇宙の本体って私を差し置いて向こう側に宇宙の本体があるんじゃないんだ。私の生命体験すればこそ宇宙があるんだからね。そのいや、私が関連するから宇宙があるっては関連論になっちゃいますよ。そうじゃないんだ。関連、単なる関連じゃない。私が親と生まれてきてあらゆるもの生命体験すればこそだ。生命体験するところにその宇宙ってものがある。そうするとその自分より外側にある宇宙っていうのは自分より外側にある向こう側のものじゃなくして私の生命体験の実物以外にないってことですね。これが発心仏です。で、この自己の生命の実物っていうのは、まあ、毎度あの私の話を聞いてくださってる方にはああまた出てきたなって思うけれど、初めての方にはこれは、ね、不思議な世界なんです。で、この初めての方、そういう不思議な世界があるもんかと思うかもしれないけど、その不思議な世界を言うんだ。で、いつも毎度言うけれど、私がこれコップを見ると、これ皆さんもみんなこれ見る。しかしながらこれコップを見る場合、私の見ているコップは私だけのものです。私の角度から、で私の視力で、こちらからの光線加減でこう見てる。それに対してこれだけの方がいられるけれど、このあたがた見てるのもみんな角度が違う。いくらこうあの顔をひっつけて目をこうあれして、それで見たってこれだけでも顔違うもん。それでみんな角度違う、そして光線加減も違う、視力も違うとなるとね、これコップ一つ見てると思う、みんなこれだけの人がいて、みんな違ったコップ見てるんです。それを同じコップだって言ってるのは、これもうそこで抽象が行われてるんだ。この抽象の世界についてもいつも言うけれど、この我々ホギャーって生まれてくる。そうすると、もうほやって生まれた赤ちゃんがね、これ私のこの世界見てるわけだ。それだけれど、その赤ちゃんにとってこれは何々っていちいちまだ言葉はできていないから
ぼーっとしてるっていうか、あのこれはないっていうことはないでしょ。だけれど赤ちゃんが毎日出会う顔、なんか赤ちゃん、これ人間の赤ちゃんはやっぱり人間的抽象力が働いてんだからね。だからなんか同じような顔だなとか思う違いないんだ。そしてそのところへお母さんがまあ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 って言ってね、自分の顔を見せると同時にまあ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 って言うから、ああこれがママだなって、それでママっていうそのあれが、概念ができるじゃない、言葉がね。言葉ができると同時にお母さんというものがこうはっきり存在が浮かび上がるんだ、その赤ちゃんにとって。それからまたパイ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 って言って教える込むから、こういつもチューチューするやつが、あこれがパイパイだなって言ってね、そこでまた赤ちゃんにとってパイパイが浮かび上がってくる。そうしてだんだん言葉を覚えると同時にこの概念を覚えるわけですね。そして次から次へとワンワンだ、ニャンニャンだ、キャポッポだって言ってね、覚えてくることによって赤ちゃんにとってこの世の中がこう、実在的になっていくとこう思ってる。ところが本当はね、実在的っていうけど実在じゃないんだね。これ概念的実在なんだって。本当の実物はね、刻々に変わってるんです。お母さんだって昨日のお母さんと今日のお母さんとってね、いつも新陳代謝してんだからね、本当は実物が変わってるんだ。それを抽象してお母さんとこう掴む。で、生命の実物っていうのはもう刻々のもんであり、今私義理のもんだっていうことです。これが実物です。で、この生命の実物っていうもう我々は本当に生きてんで、これが発心物なんだ、発心なんだね。で、コップ一つでもそう、お母さんでもそう、パイパイでもそうって言ってね、みんなその刻々自分入りの世界見てんだとなると、あらゆるものがこれだから、この電気を見てる、その壁を見てる、障壁ですね、障壁を見てる、障子を見てる、みんな私と、私は私切りの生命体験し、あなたはあなた各々自分切りの生命体験してる。で、そのそういうあいわば物質的存在だけじゃなくて、言葉でもそうだ。言葉でも西洋哲学じゃみんなにの理性者ならみんな認めざるを得ない、そういうようなね、普遍妥当性という言葉があるけど、普遍妥当性という言葉さえも本当の生命の実物としては、それこそみんな自分切りにどういうふうに受け取っているか全く違うんです。で、どれほど違うか、それさえもわからないほど違うんだ。あなたがどういうふうにそれを受け取ってるか、このあなた の受け取り方は私には絶対にわからない。よくあれカウンセラーとかなんとか言って人のあれはふんふんって聞いて、そしてなんか聞いてやることによって情報っていうのがあるね。あんな妄想を聞いてどうすんだと思うけど、これ言葉だけ聞いてんだ。本当にね、私がいくら私が私を語ろうとしたって、私の生命の実物語れるもんじゃない。で、ただ私が言葉で捉えたことだけ言うんですね。だから決してね、自分の本当の現生の生命の実物全部言い尽くすなんて、そんなことはできっこないんです。
これはもうどうしても実物だ。それで聞く方だって、そのただ言葉聞くことはできても、例えばあなたの言葉を私が聞いても、ああよく分かりましたって言ったって、言葉だけが分かったんで、あなたの何かの何まで分かるはずがないじゃない。ただ私に映った、だからこうですね、私っていうのがここにあって、そうするとあなたがここにあるとすると、私があなたを見たって、よく分かりましたって言っても、このあなたが私の中にあるあなただ、これだけしか見てないんだ私は。あなたの言うこと何から何までよく分かったなんてことはないんだよね。で、私の心に映った、私の思いに映ったあなただけしか分からない。私の言葉もそうだ、あなたの心に映ったことだけしか分からない。だから本当から言ったら、私はだから、どこまで行ったって私切りの私ですよ。で、私はモノローグを言ってる。で、あなた方もそのモノローグを自分に映った範囲のものとして聞いてるんだ。で、言葉だけが、言葉の抽象概念だけが一応通じたように見える。例えばちょっとタバコを飲むから火貸してくれって言ってね、サーキュロシアスって言った、火貸してくれって言って百姓小屋持ってきたって、そんなバカなことない。やっぱりライターかマッチ持ってくるって言って、サーキュロシアス、どうしてそこのところに百姓小屋は百姓小屋っていう言葉がサーキュロシアスに出てきたのか知らないけれど、私それ面白いと思うね。やっぱり言葉として通じるだけは通じるんだ。しかし通じたっていうことぐるみ自己切りの自己です。で、そういうあれですね、自己切りの自己の世界をみんな生きてるんだ。これをこのことはね、私毎度言ってて、もういつも来られてる方はもう耳にタグが できているんだけれど、これが素晴らしいねことなんだっていうことが通じない要するに、いつでも我々が考えてるのは社会人としてのオール分の1だ。たくさん今社会っていうのはたくさんの人間がいるよね。自分はそのオール分の1としての自分しか見ていないんです。そしてだからオール分の1としての自分しか見ていないから、なんていうか出世がの嬉しいんだし、それから金が欲しいんだしっていうね。ところが本当はそうじゃないんだ。自己切りの自己でもって、どっちどう転んでも俺切りの俺だっていうことは、オール分のオール分の自分自己なんですよ。で、なんていうかな、こうして世の中に生きていて、で、孤独を感じたとかね、うまく生きられないとかって言って、みんなオール分の1の話だ。で、そうじゃないんだ。どっちどう転んでもオール分のオールなんだってね。地獄が起こったってオール分のオールだ。自己切りの自己なんだ。で、どんなことあってもオール分のオールとしての自己以外にないんだって、そこが、これ私毎回言ってんだけど、それだけは通じないね。で、しかしながら、いつも聞いてると、はぁっていう時がある。だからそこがね、繰り返し言ってんですよ。でね、その点はですね、例えば
10万円の給料、今時10万円の給料じゃ食えやしないって言って、もう10万円じゃ食えないっていうか、まあ決めてる人もいるわけだけれど、ベースアップしろって言うけれど、何10万円あれば結構ありがたい一月食えるってね言う人もいるんで、何も金だらでもってね、食えるけないっちゃダメだ。俺自身が食えるか食えないかってね。で、全て自己切りの自己の世界に来てるんだから。そうしてみるとね、自己切りの自己の世界となると、何、ほぎゃって生まれるとね、自分の世界持って生まれてくんだ。そして、自己切りの自己の世界を生きて、そして死んでいくときには自己切りの自己の世界を持って死んでいくんです。で、結局自分っていうのは本当の自己切りの自己の世界として完結している。完結しているからね、人からもてはやされて嬉しいってこともないわけだし、人から非難されて、バカにしてやがるって怒ることもないんだし、もう本当に自己犬の自己の世界、これがあるとちょっと気楽なところができてくるね。それはどうせね、我々社会人としてはオール分の1ですよ、事実ね。しかしオール分、そういう社会人として生きていること、それぐるみがオール分のオールの中に入ってんだから、もう社会人として私オール分の1ですよ。しかしながら、それとオール分のオールとって別物じゃないんだ。オール分のオールの中にこれが一つ、私ってやつが入ってんだ。私もその一員なんだ、オール分のオールの中に。で、そういうようなのがね、このだからどっちにどう転んでも自己切りの自己であるっていう、これだけが一つ、本当にもう疑いのない絶対事実だということだけね、あれするとね、これは生きるの本当にね、なんていうかな、それこそどっちどう転んでもよくなるそれがどっちどう転んでもよくないっていうのは、それが 入っていないから、入ってないって、その腹に座っていないから、これがね、私がそう思うからそうだっていうんじゃないんだ。その思っても思わなくても、信じても信じなくても、受け入れても拒絶しても、その誰でも彼でもみんなオール分のオールのを生きてるんです。私は私のだけの世界、これは素晴らしい世界だそれをこれだから本当にそれだけが三級の指導法です。それ泣き目の書いてあるっていうのはね、どうせオール分の一の自分しか見てないからだ。で、時間っていうものもだ、時間っていうものも普通は過去現在未来こう流れていく時間の中に住んでると思ってるのね。過去からですね、現在消費で未来へとこうだんだんのいつも流れている時間、時間流っていうかね、その時間の流れの中に今住んでんだとこう思ってるのが普通だ。ところが本当はそうじゃないよ。生命の実物から言ったらね、だから不思議な世界ですよこの本当に不思議な世界なんで、その辺、そのそれこそ繰り返し聞きながら、そして自分でもよく考えながら、あれすると過去ってやつはね、もうないんだ、過ぎ去っちゃったんだ。それから未来っていうのはまだ来てないからないんだ。これ不思議じゃない。そうすると生きてるのは現在だけだ。それでその
それなのに過去に例えばなんか大失敗したとか、あの失敗の傷が癒えないで現在が生きられないと、こんなつまんないことないんだ。過去の幽霊にうーって過去の幽霊にその引きずり回されてることだ。そうじゃない、過去はもうない。その建物古いな、いつ頃建ったんだってね、これは古いっていう今の現在の様相があるだけだ。今の様相があるだけで古いっていうね、以前随分前に建っただろうっていう、そういうことですね。あるのは現在のありさまだけです。じゃあこれ建て替えようかっていうのは、これまた未来想像するだけ、もっとこれ壊しての現代建築にしよう、そういうのはあの未来を想像してるだけだ。そういう現在における未来への想像のな、想像っていう形で現在にあるわけですね。だからね、過去は過ぎ去り、過去はなく、未来は来たらず、未来なしだ、本当に。それで、その過去も未来も、現在というものの以前と以後という、あり方としてある。それじゃ現在っていうのだけは、間違いのない。そのしっかりしたあり方してるかっていうと、これがまた頼りないんだろう、恐れ言っちゃうね。だって一瞬先は過去、一瞬のうちは未来、そして現在というのはだからね、全く長さ持っていないんです。長さ持つことができないっていうね、そういう奇妙な代物なんだ。で結局は現在というのは無の一点だ。幾何学でもって点の定義は言うのに、あの長さも幅も持たない、無の一点だ。あれと同じです。これ全く無な、無の一点の長さが 無の一点が刻々と変わってるんだからね。でこの刻々と変わっている現在の無の一点というのは、これは一体何かというと、どうして変わるのかと、これを刻々と変わらせていくっていう、これが生命っていうの、生命の実物っていうものなんですよ。ちょうどね、生命ってやつはこんこんと湧き出る泉みたいなもんだ。刻々とこう新しい水が流れてくる。それと同じように、この刻々と風景が違ってんの。例えばじっと座禅してると、これはもう動かないの形でって言ったってね、そんちゃんと座禅してたって、あとはもうあの血液も流れてりゃ、息もしてりゃ、ね、新陳代謝してんでね、空気もこう皮膚からあの流通してるだろうし、もう全てがね刻々に動いてるんですね。そしてこの頃の自然科学のあれだと、何ていうか素粒子の世界となると、1秒間の中に何万、1秒間の何万分の1っていうところまでこうもう計算できるような世界になってるらしいけど、そういうふうに刻々刻々って言ったって、その本当に今の自然科学みたいな雑把な世界でもそう計算できる。本当の生命のって言ったら、もうこれはもう、本当に流動してる世界です。で結局の話、そういう流動する世界をその湧き出させてるのが生命の実物なんだから。そうするとね、生命があって初めて時間もある。で時間があって初めて生命があるんじゃないんだ。生命があるっていうとこから、生命があるところに初めて時間っていうことも出てくる。
だから時間の始めって考えた時はもうその時生命があるんだ。そうすると生命っていうものはどういうのかっていうと、無心無臭っていうわけしょうがないじゃない。要するに生命と時間とどっちが長いんだって言ったよ。そうすると普通は時間の中に生命があるっていうか、こう思ってるんだね。ところがそうじゃないんだ。本当はその生命があればこそ時間があるんです。でこうですよ、生命が時間をこんこんと流れ出させてくるんだ。それで生命は無心無臭っていう、これが発心物ですよ。要するに生命って言っても、今の私の生理的生命だけ言ってんじゃないんですよ。その私の生理的生命をあらしめ、皆さんの生理的生命もあらしめ、それからこのあらゆる植物も存在物もお天道さんもお星さんもって、あらゆるものをあらしめているような生命だ。この物理のね、そういう生命を言ってんですよ。そういう生命が、そういう生命を私も生きてんだからね。だからこので、そういう生命っていうことを、あらゆる宇宙物理の生命、天地いっぱい物理の生命、そういうのも私が生きていればこそ考えもするんだし、そういう世界もあるんだとなると、何したって根本は自己だ。自己の生命だ。でそういうの発心物ですよ。だから仏さんって言っても、なんか向こう側のもんじゃない、白もんじゃないんだね。発心物って言っても、宇宙の本体って言って大日如来みたいにこうやってて、それでピカピカして輝いてると、あんなもんじゃない。あんな、まあ博多人形、伏見人形とはちっとも変わらないんだから。でそうじゃない、その自己そのものの生命の実物ですね。それが発心物だとなると、そしてここで言うのも、そういう仏さんは言ってんだ。だから仏百相を念客しきたり他室しきたる、しかあれども常禄の根人に切実せず。だからその仏、今仏っていう、仏っていう言葉が一つ出てきたら、百草ってのはあらゆるものだ、ものだ。 百の草って書いてあるけど、あらゆるもの、あらゆるものを粘着しきたる、これを取り上げてくるのね。客っていうのは、まあ設備語として見ていい。粘着多質っていう、追問として見ればね。で要するに取り上げてくる。そしてだからオール分のオールの生命ですね。物って言った。そして生命、こういう生命の実物はこんこんとあらゆるものを輸出させてくるから、物百相を粘着したる。しかし同時にね、決して生命の実物はその今言ったように刻々なんだから、ね、こう守っていないもの。だから決して百相を守ってはいないんです。多質しきたる。そしてこの生命の実物っていうのは、それ自身としては全くね、あらゆる価値っていうものを超えています。純粋な、ただあるって言ったからね、純粋存在なんだから、あらゆる価値を超えてるから、何もこうことさらありがたいってもんじゃない。それでそういう点から言って、常禄の根人に切実せずっていうね、常禄っていうのはお釈迦様は一条六尺あったっていう、ね、一条六尺の金ピカ の仏さんとは関係ない。でこういうね、生命の実物、
としての発心仏、そうしてみりゃの仏さんというのは他人じゃないでしょみんな俺のその生命そろいぐるみがみんな発心仏なんだそして見ると今仏百層を念客したり多質したるしかあれども常禄の根人にせず実践せずっていうこの言葉も何も特別難しいこと書いてあるわけじゃないってことはよく分かる。当たり前のこと書いてある。俺何しろ証拠言論のね文章を見てて、あ、どういうんだか難しいなと思うようじゃダメだ、当たり前のこと書いたんだなって言うんじゃないかね。でまあついでながらね、この今発心仏の話した発心仏往心仏っていうのもついでながら話しておくと、ここでは発心仏の仏百層を念客したり多質したるっていう聞かれても余力の根人に切字せずっていうのはこれまあ発心仏の意味で言ってるんですね。じゃあその今言ったところの法心仏往心仏はどういうのかっていうとですね、例えばこの正法眼蔵の言葉で言えば、生死の巻に生死は仏の御命ないという言葉があるけど、これは法心仏的な使い方ですよ。ここにはね、要するに我々ね、今オール分のオールとしての発心仏だね。しかしながらその中にはオール分の一として生きてる私があるんだ。事実私はオール分のオールでって言ってパーッとしてただけじゃ済まないんだもん。やっぱり俺が生きてるっていうこのオール分の一で社会人としてですね、生きてる私がある限り、この私がね、刻々にどう行動するか、あれかこれかっていうね、そういう選択を迫られながら生きてるんですよ。例えば今私だってこれどういう話をするかというのいつもあれかこれかって、今本当はあれですね、どういうことでもできる、昼寝しちゃうこともできる、私はねどっちどう転んでもいいんだからね、どっちどう転んでも私は自己流の自己だ、じゃあちょっと昼寝しようかって、これだけの人が集まってるのに昼寝しちゃダメだもんね。そうすると今ここで言ったら証拠現像の話しなきゃないところって言ったらそこのところ狙わなきゃな、そういう点でいつでも我々生きてる限りはあれかこれか選択迫られた。でその選択する場合にそこで価値っていうことが出てくるね。あれかこれかいい方を取る、今すべきところをなすべきところをなすっていうような価値がある。そこで価値の世界が入ってくるんだ。価値の世界になってくるとどう思って良しとするかというと物差しがなきゃ、この物差しを当てればこそこれとこれとってね、どっちがいいとこういうことになってくる。その物差しになるものは何かというと絶対価値だ。絶対価値は何か、今の連中はみんな金だけは物差しにしてるもんね、バカなやつ。そうじゃない、本当の絶対価値とすべきものは何か。そうするとね、どうしたって価値の根本っていうすれば存在の根本でなきゃ、であらゆる存在の根源こそまた価値の根源でもあり、それこそ絶対価値にしなきゃならない、そういうところがあるでしょ。そうすると今この発心仏としてのこの生命の実物っていうの、これこそが
存在の根源なんだから、またあらゆる価値の根源でもなくちゃなんだよ。そこで今度方針、その、これこそが、その、生命の実物こそ最高価値ってこう、決まってくる。それで、だから、何をはじ、あの、絶対価値とすべきかっていう始めがある。しかしながら、これ、生命の実物こそ絶対価値だって決まったところね。これはもう、あとはそれ以後は動かしようがない。だから、無心無臭だ。終わりがない。そういうのがね、始めあり終わりなしの、その、方針物的意味です。だから、あの、あれですね、阿弥陀さんの何を絶対価値とすべきか、阿弥陀さんこそ絶対価値とすべきってこう言った。いつも動きようがない。で、そういう意味で、正法眼蔵の言葉を引いてくれば、生じは仏の御命なりと出てあるね。これ本当に我々の生じするこの生命だ。これこそが一番最高価値な仏の御命です。それみんな今そうじゃない。生存だけを最高価値にしてんじゃない。生きることだけ。で、死ぬことは廃棄物と心得てるから、これでね、この年取ってくると廃棄物に近くなるから情けなくなるんだ。みんな、その、若い頃は、の、いや、この前も言ったけれど、あの、養老院を作ろうと思ったら、その地域の若いお母さん方が、その、反対、絶対反対っていうの運動したって言って。で、その理由は何かっていうと、養老院ならどうせ老人ばっかりが収容される。ほんと老人ばっかりってや死ぬ率も多いじゃない。それで死ぬ率が多ければ霊柩車がこの地域にしょっちゅうあの出入りするようになる。そうしたらあの子供の教育するのに環境が悪くなるっていう、そういうね、理由だっていうのを見て、私はほとんど感心したね。こういうお母さんたちが、そのまんま、年取った、あるいは、そう思ってる最中に、あの、あたかだって言われたら、自分が霊柩車に乗られたらなんないような可能性がすぐ目の前にあるとしたら、もう、あの、大ショックじゃない。それだけでも、頓死するぐらいのショックだと思うよ。要するに生存だけが価値だと思っていて、そして死ぬっていうことはもう、全くの死んだ時が価値そのものの、あの、絶滅なんだからね。そうするともう死ぬってことが怖い、そういうことになるわね。みんな今生きてるやつ、みんなもう生存だけ価値も考えてるから、今のやつは死ぬっていうことになったら、まあみんな視点発動するわけだ。いや、もう年取ってくるだけでも死ぬのが近くなってくると、もうどうしていいかわからなくなってるんじゃない。心細くなっちゃってね。で、そういうそれっていうのは、本当の絶対価値とすべきでないものを絶対価値として、いや、生存だけを価値とするなら金が一番ありがたいことになりますよ。だけど生と死とってひっくるめた、生じは仏の御命なりっていうんだからね。そうすると生と死とひっくるめた生命をこそを最高価値にしなきゃ、そこが大切なんです。これがあの、方針物的な意味です。それから今度、あの、
往診、往診仏、往診仏的な意味で仏っていう言葉を使ってるのは、この文の一番最後のとこ見てください。この文の一番最後のところにね、この最後の行、この最後のとこのここから、4行目前から、いわゆる諸仏とは釈迦牟尼仏なり、釈迦牟尼仏これ即身是仏なり、過去現在未来の諸仏共に仏となる時は必ず釈迦牟尼仏となるなり、これ即身是仏なりありますが、これが往診仏の意味です。今我々がね、この体を持ってこの生理的、生命としての体を持って、この一生を持って発心し、修行し、菩提涅槃し、そして菩提涅槃して死んでいく。それだから始めあり終わりあり。私がこれ、その本当に即身是仏するっていうのは、この体を持って即身是仏しなきゃならない。だから発心修行菩提涅槃、この体でやるっていう、それが釈迦牟尼仏。これ今始めあり終わりありのこの仏ですね。こういうあの仏って言っても、そういう3つの使い方がで、今最後の文章はこれ往診仏的その仏の使い方だ。とにかく、まあ仏っていうものを自分に当てはめて、それからまた正法眼蔵の言葉を当てはめて言ってみると、往診仏を法人物、法人物というのは、まあそういうような意味だ。で、今ここ仏百相を念客したり他出したるしかあれども行六の根人にせずじせずっていうのは、今法神物的な、あ、法神物的な意味で言ってるんですね。で、大切なことはこの法神物としての自己生命の実物を本当に自分で、はっきりさせなきゃならない。それが根本です。そうしてみると、今この文章も、当たり前のことが書いてあることがよくわかる。次に、即考案あり、現状を相対せず、対応を回避せず。この即っていうのは、前にも言ったように東西全是、要するに即っていうのは東西全是っていうの意味です。この体が、この体が全てこれってこういう意味ですね。しかしこれをいわゆるインスタントという意味で、即席我が心そのままっていうんじゃ見当が違うってことさっきも言った。で、本当の即はね、この生命の実物、この生命の実物、今言うの発心物としての、この生命の実物だ、それそのまんまっていう意味じゃなくて、で、それについて、即の意味について、即考案あり、現状を相対せず、廃業を回避せずとこう出る。で、この考案っていうのね、普通は総長以後の通説としてですね、幸福の安徳、幸福の安徳っていう意味で、
んですがね、これはまあ幸福っていうのは、まあ、政府ですね。そして安徳っていうのはそのまあ調べ書きっていうのかな、そのそういうような意味ですが。